こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。グリア細胞の話です。脳は神経細胞とその間を埋めるグリア細胞でできていて、その中をみっしりと毛細血管が走っています。グリアとは三河の意味で、これまでグリア細胞は神経細胞の間を埋める充填剤、せいぜい神経に栄養を与えているというぐらいにしか考えられていませんでした。ところがこのグリア細胞にも神経細胞にある神経伝達物質の受容体があることが分かり、その働きもこれまで考えられていたよりも複雑で重要だということが分かってきたのです。神経細胞もグリア細胞も発生の時には神経幹細胞から分かれますが、グリア細胞の数は神経細胞の10倍にもなります。そのグリア細胞は神経細胞に栄養を与えるだけでなく、成長因子を出して神経から伸びるシナプスを誘導する働きをしたり、神経細胞がダメージを受けた時に修復する働きがあることも確認されています。つまり神経細胞とグリア細胞は相互に作用を与え与えられという関係にあるらしいのです。また脳の中の毛細血管は他の体の血管と違って、物質の透過が厳密に管理されている血液脳関門システムを持っていて、それは毛細血管の内皮細胞によります。その内皮細胞の外側にグリア細胞が伸びていて、血液脳関門システムにグリア細胞が何らかの働きをしているのではないかと考えられているのです。また、虚血状態などのように脳にストレスがかかると、グリア細胞はストレスタンパクを作り、さらに神経細胞を維持するような活性因子を作ることがネズミの実験でも確認されています。このような働きがもっと詳しく分かれば、地方の治療も一段と進むことでしょう。では本日のお話はこれで終わります。